何の音ですかね。え、どうしたの？うさと、今何か聞こえなかったか？鐘の音みたいな。いや、僕には何も。いや、聞こえる。どんどん大きくなってくるぞ。なんだ、どこから聞こえるんだ。何も聞こえないけど、大丈夫？魔法陣？なんだよこれ、何かの撮影か？まさか異世界へのゲート？はあ、何言ってんだよ。ウサト君、異世界には魔法とかモンスターとか勇者とかいるのだろうか。え、犬神先輩ってひょっとしてそういうの好きな人？え、でそれだからだ。ウサト、おい、ウサト。大丈夫か、ウサト。カズキ、一体ここはどこ？あの人たちは誰？わからない。俺もついさっき先輩に起こされて。そうだ、先輩は？ウサト君、君の言った通りだ。ここはおそらく。ウキウキしてる。全員目が覚めたようだな。突然こんなところに来て戸惑っていることであろうが、あんたらは誰だ。俺たちに何をした。控えよ、ロイド様に。なんと不敬な。予算か。すまない、お主らの戸惑いはわかる。だがどうか今は私の言葉を聞いてほしい。私はロイド・ブルーガスト・リングル、このリングル王国の王だ。王様、本物だ。あの先輩、単刀直入に言おう。お主らは我らがリングル王国に召喚された勇者として。は、勇者？お願いだからこれ以上イメージ崩さないで。2年前この世界の魔族の王から襲撃を受けた。魔族の王？魔王。カズキたちがシリアスやってんだから主張してください。いかにも奴は軍を率い我が国へ攻め込まんとしてきた。その時は死闘の末に何とか撃退したが、魔王軍はその後も勢力を強めている。次はどうなるかわからない。よって最後の手段として異世界から魔王に対抗できる素養のあるものを呼び出す禁忌の術、勇者召喚を行った。禁忌召喚？ふざけんじゃねえよ。勇者だか魔王だか知らないけど、そっちの都合で人を勝手に。今すぐ俺たちを元の世界に戻せ。すまないがそれはできぬ。現状では勇者召喚は一方通行、連れてくることはできるが返すことは不可能なのだ。それじゃ俺たちはどうなるんだ。あっちに家族だっているんだぞ。先輩にもウサトにも。申し訳ないと思っている。だが我らも必死なのだ。そんなので納得できるわけ。待て待てって、カツキ。僕らのために怒ってくれるのは嬉しいけど、ここで暴れてもしょうがないってな。遠くない将来、お主らを返す方法を必ず見つけてみせる。それまでの間、力を貸してはくれぬか、勇者たちよ。王様、一つ質問してもよろしいですか？無論だ。どうして私たちを勇者だと？私たちのことを何もご存じないと思うのですが。それは、ウェルシー。はい。勇者召喚の魔法陣には、素養のある方を選定する術式が施されています。召喚の際、鐘の音が聞こえたと思うのですが、それが勇者の素養の証です。
なるほど、あの音が。あれ、だけどウサとは確か。何も聞こえなかった。ってことは僕はただ巻き込まれただけ。